サラ・メネゼスは、ブラジルのピアウィッシュ・テレジーナ出身の女子柔道選手。サラ・メネゼスとも表記される。9歳の時に柔道を始める。2006年16歳で、ブラジルの国内大会で優勝した。18歳の時に2008年北京オリンピックに出場したが、初戦で、ハンガリーのチェルノビツキエーバの前に敗れた。2008年、9年の 世界ジュニア柔道選手権大会を連覇2010年以降国際大会での表彰台の常連となっていた2010年の世界選手権では準決勝で日本の含み優子に0の3の判定で敗れるが3位決定戦でフランスのフレデリク・ジョシネに一本勝ちで下して3位となった2011年の世界選手権では準決勝で 日本の先見八ナの小内狩りで一本負けを喫するが3位決定戦では前年に続いて女子値に一本勝合致して3位となった2012年7月のロンドンオリンピックでは決勝で北京オリンピック優勝ヨーロッパ柔道選手権大会の8回の覇者でもあるルーマニアのアリナドミトルと対戦して技ありで破り金メダルを獲得したこの金メダルは ブラジル女子柔道での初めてのオリンピック金メダルで、また1992年バルセロナオリンピックでの男子 65kg 級で優勝したロジェリオ、参拝を以来20年ぶりのブラジル柔道の金メダリストとなった。2013年8月に地元リオデジャネイロで開催された世界選手権では、準決勝でモンゴルのムンフバット・ウランツェツエグと対戦して敗れ3位となった。 2014年と2015年の世界選手権では、初戦で敗れた。2016年のパンナム選手権では優勝したが、ワールドマスターズでは、決勝で、日本の近藤網の縦四方型で敗れた。地元で開かれた、リオデジャネイロオリンピックでは準々決勝で、キューバのナヤリスメストレアルバレスに敗れると、敗者復活戦でもムンフバットに敗れて7位に終わり、オリンピック連覇はならなかった。 しかし、その後階級を 52kg 級に上げると2017年のグランプリカン君で3位となるも、世界選手権では初戦で日本のシしめ愛の内股で敗れた。以降は再び階級を 48kg 級に戻した。2019年からは再び階級を 52kg 級に上げて、パンナム選手権で3位になった。愛夫世界ランキングは710ポイント獲得で、 42位となっている。48kg 級での戦績 48kg 級での戦績 52kg 級での戦績。ありがとうございます。